T7 ファージは、ポドウイルス化に属し、日本サリ DNA をゲノムとして持ち、大腸菌を宿主とするバクテリオファージの種である。溶言化せずに、必ず溶菌サイクルを送ると考えられている。T7 ファージの持つ RNA ポリメラーゼは、転写速度が速く、T7 プロモーターに対し高い得意性を示すという特徴を持ち、タンパク質発現系などに応用されている。 T7 ファージの構造の模式図。GP10 は、カプシドタンパク質で外角を形成し、内部に2本腐り DNA のゲノムを保持する。GP14,GP15,GP16 は、コアを形成する。GP17 は、ビブの足を構成する。ウイルスが、大腸菌に付着すると、GP14,GP15,GP16 は、 大腸菌の外膜と内膜を貫通するチャンネルを形成し、菌体内へのゲノム DNA への通り道となる。1945年に大腸菌を宿主とするファージの基準種の一つとして定義された T7 ファージは、ポドウイルス化に属するエンベロープを持たない DNA ウイルスで、性二重面体のカプシドの内部に直鎖状の二本ぐさり DNA をゲノムとして持つ。 カプシドの頭部とビブを持ち、頭部の直径は60から61ナノメートル、カプシドの厚さは2ナノメートルである。ゲノムは1983年に解読されており、約 40KBP の配列は55の遺伝子を含む。必須遺伝子は、整数の番号が付けられており、必須でない遺伝子にはその相対的な位置を反映する、小数の番号が与えられた。しかし現在では、 GP2.5, GP6.7, GP7.3 GP が必須な一方で GP7 は必須でないと考えられている。GP1 は DNA 依存性 RNA ポリメラーゼで感染初期に大腸菌由来 RNA ポリメラーゼによって転写された後、それ以降のウイルス遺伝子の転写、複製を担う。GP5 は DNA ポリメラーゼで DNA の複製を行う。 GP10 はフレームシフトによって2種類のタンパク質をコードする遺伝子でカプシドの主成分として外角を構成する。GP14、GP15、GP16 は複合体を形成して内角を形成する。また、これら3つのタンパク質は同じく構造タンパク質である GP6.7、GP7.3 とともに感染時に 大腸菌の菌体内に挿入される。GP17 は、ビブの付け根から伸びる、ビブ繊維タンパク質で、3分子で1本の繊維を形成し、これが6本伸びている。T7 ファージの宿主は、大腸菌で、特に、応抗原が短いものに感染する。生活感は短く、摂氏37度では17分で感染が完了する。菌種には、 他の腸内細菌に感染するものもあるが、これまでにグラム陽性菌に感染する T7 サマファージが発見されたことはない。陽菌サイクルを送るファージの生活感は、大きく吸着、侵入、DNA 複製、組み立てといったステージで構成され、最終的に細菌の細胞壁を破ることで、細胞外へ放出される。ファージが GP17 を、 大腸菌の LP 図に付着させることで吸着すると GP14、GP15、GP16 GP が大腸菌の内膜と外膜を貫通するチャンネルを形成する。GP15、GP16 の働きによってゲノム DNA の端がまず菌体内へ送り込まれ、それ以降は転写によって DNA への侵入が進む。侵入した DNA は大腸菌の持つ防御機構である。 制限構想やリクビシドによる切断を受けるが、GP0.3 や GP5.9 はこれを阻害する。同様に最近の持つ獲得免疫機構である、クリスパーに対しても t 7ファージは対抗する機構を持っている可能性が指摘されている。侵入した DNA は転写を受けるが、t 7ファージの遺伝子は感染時の発現するタイミングによって初期遺伝子、 中期遺伝子、後期遺伝子に分類される。初期遺伝子は、感染初期段階で、大腸菌由来の RNA ポリメラーゼによって、転写される遺伝子群である。この中で T7RNA ポリメラーゼは唯一、T7 ファージの増殖に必須となる。中期以降の遺伝子は、大腸菌由来の RNA ポリメラーゼではなく、T7RNA ポリメラーゼによって転写される。 一旦、T7RNA ポリメラーゼが転写されると、宿主の RNA ポリメラーゼは、t 7ファージ増殖の阻害要因にしかならず、RNA ポリメラーゼの β サブユニットに結合する GP2 によって、その機能が阻害される。また、t 7ファージは、自前のタンパク質を増殖に多用するため、宿主由来のタンパク質をほとんど必要としない。 t 7ファージの増殖に必要な宿主のタンパク質は RNA ポリメラーゼを除くと DNA の複製等に必要なチオレドキシンと7人一リン酸キナーゼのみである。t 7ファージのゲノム複製はゲノムの左端から15%の位置で開始し、双方向性に DNA の複製が進行する。この複製には T7DNA ポリメラーゼに加え、 T7RNA ポリメラーゼが必要である。大腸菌に感染後15分で t 7ファージ由来の DNA 分子は200倍に増幅される。急速な DNA の複製には多量の機質の確保を必要とするが t 7ファージはこれを宿主のゲノム DNA の分解によって達成している。GP3 と GP6 はそれぞれエンドヌクレアーゼ活性と エクソヌクレアーゼ活性を持っており、宿主ゲノムの分解を行う。増幅を経て、ウイルス粒子となった娘ウイルスは、複数のタンパク質を産生し、宿主の細胞膜を破り、菌体外へ拡散して、次の感染感を開始させる。ある種の細菌から T7 様のプロファージが見つかることは、あるが、原則的に T7 ファージは、溶原化を起こさないと考えられており、 必ず陽菌サイクルを送る。T7RNA ポリメラーゼが DNA を、異型として、メッセンジャー RNA を合成する様子。1945年に大腸菌に感染するファージとして定義された T7 ファージは、1969年に遺伝子地図が報告されて以来、DNA の複製や転写に関わる酵素が、生、科学的に解析され、 t 7ファージは脚光を浴びた。t 7ファージやそのタンパク質は転写の機構や DNA 複製機構の解明に利用されてきたほか、タンパク質の発現系や DNA ークエンシング、ファージディスプレイ法などの様々な研究手法に応用されている。また、1945年に同定される以前にも1920年代にデレイによって、 治療目的の研究がなされていたと考えられている。T7 ファージに由来する RNA ポリメラーゼ、T7RNA ポリメラーゼは転写速度が縮小である大腸菌の RNA ポリメラーゼに比べ非常に早く、また T7 プロモーターを得意的に認識するという特徴を持つ。T7 プロモーターと T7RNA ポリメラーゼの得意性は高い。 T7 ファージの近煙に T3 ファージがあり、両者の RNA ポリメラーゼはアミノ酸配列で82%の相当性を示すが、両者の RNA ポリメラーゼは互いのプロモーターを利用できない。この T7RNA ポリメラーゼの高い得意性を応用して、分子生物学の研究においては、T7 プロモーターと T7RNA ポリメラーゼを組み合わせる。 t 7発言系が外来遺伝子の発現系に応用されている。代表例が1985年と1986年に報告された系を発展させた大腸菌を宿主とするペットシステムであり、この系はタンパク質の大量発現に用いられる。ありがとうございます。